今日のこんにゃくご飯は、ですね、金の丼、卵が自慢、ふっくら卵で、天津風あんかけ、134kg で、ダイエットサポートするご飯、植物繊維たっぷりの160kcal、これを電子レンジでチンするだけなんですが、こんな感じになります。うまそうです。で、その他にはこう、チキンスープとひじき、ちょっとダイエッターっぽいでしょ、こんな感じです。で、ですね、これはレトルト、トッピングがレトルトで、これがこのご飯です。で、ですね、イメージ的になんか米粒ちっちゃめ、これで伝わらないかなっていうちょっと印象。これはヌーハン揚げるはず？いやいや、大きさが小さめっていう。あ、どれどれ比べるそうです。ちっちゃ、これがお母さんが持ってるのが普通のご飯、これが万南ご飯で、食べてみると普通のご飯です。同じだそうです。